綺麗な声よ、これ。辛いよ。だけど、まずね、今自分らの声が汚いっていうのを認めるべき。それ認めなかったら、なんで分析できんの、ね、科学でもね。それがあるって認識できたから、それも解析が始まるんですよ。ないものを解析しても知らないです。あるものをないって一生懸命声なんか、一目瞭然。アフカゲオカーあれ、あれ関係ない。あれ、そのことなのかな。みんなし、そうちだけ、だけを書き忘れてちょっとちゃうよね。まあ、そんな、そういう、その見つけるおかげ話じゃない。うちのことは何て言うの。まあ、例えば、あっちも書いておくかな。自分の場合は、もしもし、マリオリーとミステッドとかにしとこうか。